ロモノソフ海嶺は地図中央を通り右上から左下に伸びている。ロモノソフ海嶺もしくはロモノソフ海嶺とは北極海にある海嶺。ノボシビルスク諸島から北極海を横断し、北極諸島のエルズミーヤ島に至る1 8 0 0トルの海嶺である。幅は6 0トルから2 0 0トルで、 海底からの高さは3300メートルから3700メートルほどで、最高地点では水面下954メートルになる。山肌は比較的険しく、各々の,の山は峡谷で隔てられ、シルトで覆われている。ロモノソフ海嶺により、北極海盆はノルウェー、西シベリア側のユーラシア海盆と、東シベリアアラスカカナダ側のアメラジアン海盆の二つに、 分けられる。さらに、ユーラシア海ンは、ガッケル海霊によって、南線海ンとアムンイ海ンに分けられ、アメラジアン海ンは、アルファ海霊及び、メンデレーエフ海霊によって、カナダ海ンとマカロフ海ンに分けられる。ロモノソフ海霊は1948年に、ソビート連邦の井戸調査によって発見され、ミハイル・ロモノソフにちなんで、ロモノソフ海霊と付けられた。 この名称は2002年に太陽推進層図の改定地形名、省委員会によって承認された。2000年代に入り、2001年12月20日、ロシア連邦は海洋法に関する国際連合条約第76条8に基づく文書を国際連合に提出し、従来200回りに制限されていたロシア大陸法の限界の延長を主張した。この文書において、 ロシアが主張する領域は北極海の大部分であり北極も含んでいた。この主張の論拠はロモノソフ海嶺とメンデレーエフ海嶺はユーラシアの延長部に位置するという主張である。結局2002年に国際連合はロシアの主張を承認も拒絶もせずさらに調査が必要という結論を下した。その後もロシアは北極海地域の探査を継続して行っている。 ロシア以外でもこの海域の権利について宣言を検討している国家はあり、デンマークの科学者はこの海嶺がグリーンランドの延長部に位置するとみなされるのを願っている。また、カナダも大陸法の管轄権を主張し、カナダ側の大陸法の延長であると主張している。詳細はアルクティカ2007を参照2007年6月、ロシアはこの地に再氷線及び ミール1-2を派遣した。科学者は水面下4261メートルまで潜り、10月2日、この地の領有の象徴にと北極点直下に地ン製の国旗を立てた。これに対してカナダとデンマークは反発している。ありがとうございます。